なんとですね。今日は目が。赤いということで。ぶり返しました。<laughs> お昼ご飯まだ食べてないです。昼ご飯はいらないかな。お腹が、お腹があんまり。空いてないんで。いらないと思います。こんにちは。こんにちは。 次は左目でですすねね赤いのはどうしたんですか、ね、何最近多分なんかメイクが合ってないのかもねもしかしたら最近アイラインを変えたりしてたからかなとか思ったりしてるけどうーんどうなんでしょうまあ真相は闇の中ですどうしたかねということで今日カジラジオをお送りいたしますはい えー明日がついに明日がついにですねなんとなんとですねバースデーライブということでマジーっていう感じなんですけどやばいですね緊張してますめっちゃ。 何かプールで泳ぎたい。ああ、本当ですか。私はですね。泳げないです。はい。悲しい。ちなみにプール通ってて、泳げないです。何してたんだって話よね。私もめっちゃ思います。何をしてたんでしょう。テレワークを活用た無事に行けそうって。ああ、どうだろう。ありがとう。みんな来てくれ。みんな来てくれるかな。 ドドキドキしておりますどうにかして直す必要があるのかって何だ何をだっけ <laughs> 何をだっけな何をだっけあれか目か目はね明日そう明日あれなのでイベントなので直さないとね と思っていたりします。明日バースデーイベントなんですよ。明日は私の誕生日になりました。今日から明日から。そうちょっと延期になっちゃったのね。カジですどうも。お湯やクロールできればいいと思ってるって。マジで。じゃあクロール教えてもらおうっと。 クロロおしどしいなあくろーりーおしどしいなープールに行った女の子をナンパしようだっておーしじゃあ私行ってくるねっ泳げないの意外だってそうなんだよめっちゃ言われる泳げそうって親友が二人いるんですけど二人ともなんか選手だったもんねめっちゃ踊りうまいの踊りじゃないや 泳ぎ上手でめっちゃ速くてすごい結構すごかったんだけど私だけ泳げなかったからプカプカ浮いてましたプール行った時は泳げるようになりたいねめちゃめちゃなりたいですよそうなんか スロールもうちょっとできなくて顔つけられないとかじゃないんですよね全然つけるの苦手だけど全然つけられるはつけられるんだよねうんなんだろうねビビってんだと思いますこちらもビビり登場みたいなところがありますよね背浮きとかででないですそうそうそう困りましたね うん皆さんなんか苦手なスポーツってあります私はとにかく水泳ができなかったなあと体操かな体操跳び箱とかできないんですよね跳び箱で私2回落ちてるんですよ練習して困りました <laughs> そうなの全然ダメであ球技全般あららああとサッカーもできないですサッカーもめっちゃむずいなって思いましたうん足はね全然ダメですねサッカーは全然怖いなって思っちゃいますあっ三もさんおはようございます え。だから私が苦手なのは水泳サッカー飛び箱ですねそうなんか飛び箱はもうできないとやばいと思って一生懸命練習して2回落ちてまだやってるやったんだけど全然ダメだった <laughs> なんか落ちたのもなんか落ちて もう落ちちゃったからやだとかじゃなくて落ちてもずっとやってたんだけど <laughs> 全然だって落ちたってこと下手なんですよ多分普通に普通に下手でってことだと思う <laughs> <laughs> 普通に下手なんだろうなっていう感じですね バスケ部で飛び箱苦手はヤバいなってあ、そうなのちょっとなんか似たようなところがあるのかなそうかそうかえー全然ダメなんだよね、飛び箱飛び箱から落ちて怪我したけどなんかその怪我が怖いってよりかは普通に下手なんだなって思ってるなんか あ鉄棒はね得意だだったんだよね鉄棒得意でしためっちゃうん何でもできたよでもね鉄棒にね花火つけて鼻血を出しましたなんか意外と活発だね私って。 ね。皆さんの関、まちゃだ。東北に住んでるのにスキーが苦手だって。ああ。スキーね。全然やったことないんだよね、スキー。 面白いんだろうななんかいっぱいやってる人いるよねうんやってみたい気持ちはめっちゃあるかもえー、じゃあ関東に住んでる方雪に慣れてるから好き結構できる人もいるのかな スケートは高校の友達と何回か行ったことあるんですけど普通です別に上手いわけではなく下手かって言われたら別に滑れないわけでもないみたいな, <laughs> なんかその中途半端な <laughs> ところにいました「梶も何かマイナーなスポーツをやら,らせたら開花しそう」ってんだろう坂上がりできたよ なんだろうなスケボーとか <laughs> あのなんか流行ったの知ってますなんかスケボーの腰をうねうねさせながら足使って動くさ何スケボーだっけうちのだちっちゃい頃すごい流行っていとことかも持ってたんだけどあれはでもできなかったな千葉市にリンクがあるあ知ってる 知ってる知ってる稲毛らへんじゃなったっけモックルカ,カポエラあうちが知らない時がいっぱいいっぱいある高校の時は大好きマジかすごいねめっちゃすごいね子供 え、そうなのそうなのか怖い、ね、なんかまだ知らないスポーツがいっぱいあるんだろうな私はけん玉とか入れたいけん玉とか。 が好きだったからなあんまり体育そんなにだ私はリコーダー間違えたバスケットバスケットボール8年間やったんですけどバスケやってなかったらめちゃめちゃ運動神経悪かったと思うんですよね。うん、だから私バスケやっててバスケってもう持久力と瞬発力っていうものが必要だったりとかまあ球技でしょなんか全体的にバスケってやるとなんか 全バスケできると基本的に何でもスポーツってできるらしいですよ。あサッカーとか無理だと思うけど、まあ、でも瞬発力と持久力とき、まあ、筋力的なところとかボールとか考えるとなんか全体的になんかなん鍛えらららられるらしいいいんでで、ね、ですすすね知知なななけけど知らないですけどって無責任ならだから私すごい頑張ってやってたけどでも結局足は 普通ぐらいだったの平均の速さよりちょっと速いぐらいで長距離も全然速くなかったですしそうなんかうちのバスケ部が強かったのか分かんないんだけどあのなんだっけマラソン大会とかうちの部員が同じ大が16人いたんだけど1位から16位。 1>, 1位から15位くらいまではもううちのバスケ部だったで私がちょっと遅れてましたけどで短距離もリレーの選手に全部バスケ部でしたしそうそうあの小学校の時は特にそうだったかな中学になったらもう陸上部の方がすごかったからあのでリレーの選手とかあんまなかったからあれだけど早かったよねっていう。 イメージ分かるかなうん私だけなんか遅れてたイメージ <laughs> めちゃめちゃうんそう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 なんですよだからねちょっとね私は多分バスケをやってなかったらめっちゃめちゃ運動神経悪かったんじゃないかなって思うから ラッキーでしたよね。<laughs> ラッキーだったんだろうな。思 <laughs> ってます。縄跳び得意ってか。えっと、縄跳びは、えっと、バスケの。あの、あれでありました。アップ。バスケのアップの。トレーニングに入ってたので。得意。かって言ったら、別に得意じゃないんだけど。 ちょっ飛んでましたよそうそうバスケ持久力持久力なんてできないいや本当に本当にそうだよ <laughs> 1クォーター 10, 10分とかなんだけど、まあ、タイムも止まるし30分弱ぐらいなのね ずっっと走ってるわけじゃんききついマジきついい、ね、私はその1クォーターあのその20分弱あっみた三十30分弱をずっと走りきったことはほぼない気がするんですけどアイドルライブの長時間やる持久力にはつながってるかどうだろうできてるのかなでも私ほんと持久力なくてさ体力がさそうなんだよ 私二飛びができなくて足耳ずばれああ当っちゃうってこと縄がいや難しい私が二重跳びできるからそうそう共感してあげられないのがすごく申し訳ないけどやっぱ難しいんだ二重跳びはそうだよね何何,何だろうね腕がは遅くなっちゃうのかなそれともジャンプ力なのかな むずいね、確かにカジリよお蕎麦食べるってお蕎麦好きですよめっちゃ大好きカジでーすどうもサッカーってなんあんなでっかいフィールド出して歌えそう思うサッカーもさサッカーは実球力なのかなやっぱりどれぐらい疲れるんだろうサッカーってサッカーはちょっと苦手でさ あのあれであったん体育の授業でサッカーあったんだけどほぼ参加できなかったボールを取りに行く元気っていうかボールを取りに行く勇気が出なくて羽島さんは老化二重跳びだってあ、そういうことようちお姉ちゃんは家でね二重跳びとかしてたよね昔うんーしてたしてたサッカーこそ走りっぱし。えっ、ー と持久力かなじゃあ歩いちゃダメなのかあんまりそっかサッカー見てるお方が楽しいあそうなんだへえまあでも確かにスポーツを全力でやってる人見るの私もすごく好きですめっちゃうんかっこいいなって思いますよね家事でやん家事はボールナイトで ないサッカーサッカ G はボールになっちゃって言ってたサッカーボールになっちゃできないあまあそっかそうだね確かにね今のところでも姉島さんの後びああしてないしてないよかったしっかりやってくださないって感じだよね本当に <laughs> 確かに GK は瞬発力な感じゴールキーパーか確かに ゴールキーパー怖いよねあれすごいよねゴールキーパーちょっと大変だよね絶対そうだよねバスケはさボールを持ってなくてもさもう場所取りの戦争だから <laughs> 格闘技だよリチ長いそうだから格闘技あそれこそ格闘技 私あれで切るかな筋,筋力的なところが不安だよねジム買ってるから切るか分かんないけど昨日もジム買ってたし味見てきたよ昨日妹はおうち鼻リコーダー続けてる、まあ、そんなに吹いてないけどねい実家の時めっちゃ吹いてましたけどねドッジボールボール怖くて必死に逃げてましたそれでいいんだよそれがドッジボールだから <laughs> それでいいんだよ 梶島みくるってなれるかな筋力あるでしょ <laughs> いや私で筋力あるって言ったら怒られちゃうよ <laughs> 審判に見えないところでユニホーム引っ張ったりもうでも本当にそういう感じだよね全然審判が見てないところだったら結構いろんなことされる気がするバスケって <laughs> うんバスケ接触の大変さ分かっていったプロレスのすがさかる いや本当にそう思うもうプロレスはすごいよね本当に腕相撲の血なつが強いですメンバーリーダーですねもうねゴール下とかは、ね、場所取りがね大変でもう背中とか全部使ってグイグイ中に入って行かなきゃいけないのが うち,が親うちの親友が出たセンターとかもそうだし私は一応ガードだったからボール運ぶは運ぶんだけど結構走るガードだったからなんて言うんだろうゲームメイクだけじゃなくてなんて言うのあの走誰かゴールしたあの子がボール取ったりとかして私すぐあの速攻で走り。 に行ったたりとかかしてたからそういう場所取りは大変だったねバスケ3秒ルール5秒ルールあーえっとあるんですよあちょっと待ってルール忘れてきてるあれボール持って5秒 またなのかゴール下のあの台形の中に3秒入ったダメなんだっけ <laughs> っどっち逆か <laughs> でもルール忘れてきてんじゃん <laughs> やばいじゃんってる黒子君的なポジション取りいや全然めちゃめちゃボールを持っていかなきゃいけない人ではあったから切り込みが多かったかなボール おどんどんどんってメールトンとちょっとましたカジですうんそんなルールがあってたあってたよかったそうそうボールをなんかドリブルをつかないドリブル一回こうついて持っちゃったら5秒間しか持てないのパス出さないといけない うん、24秒ルールああそうそうえっとね片方のあ自分のチームがボール持って秒24秒以内にシュート打つ打たないとダメなのだから60秒ずっと攻めってことはないってことねそうそうでゴール下にフリースローの線があるじゃない その下にピーって線がさ伸びてるんだけどその台形の中は秒だからちょっとゴール下にこうたむろってたら「あなた3秒以上いるから」って言って笛吹かれて相手ボールになっちゃうこともあるんですよっていうルールがあるんだよね。まあ、うちは3秒 ルルールその3秒ルールみたいなので引っかかったこと1回もないんだけどね。家事3ポイント得意だったったてあー全然身長がすごいちっちゃくって140何センチとかあったのよあの現役がね現役で <laughs>。で165センチくらいの子とかがいる中で試合をやってたりとかしてたからシュート打つ 時にすごいかかれちゃったりとかあんまりこう駆け引きみたいなのも得意じゃなくて全然シュートは打てなかったかなドリブルで攻めるのが唯一そこそこできたことだったかもねあそうそうゆりちゃんがバスケしてる感じ身長伸びたのがバスケ部引退して1 0ンチ伸びたんですよ。なので あの遅かったんですよね <laughs> 身長伸びるのがそうですバスケ部本当なんかレギュラー誰が取るぐらいの時期が148センチ7センチ8センチぐらいでずっといてもうスタメンとかレギュラー決まってきて最後の試合とかに なってきたあたりで百五十三ぐらいも伸びたんです。そこから五センチピュって伸びたんですけども、もう無理なのよ。もうメンツも決まっちゃってるし、もう私はもう出れないよってはもうなってる時にちょっと伸びて、バスケ部に対したらその後十センチ伸びて今百六十二点五ですね。昔は三十秒がスタンダードなの NBA は二十四秒ルーが普通に取られている。あ、本当ですね。最初三十秒でした。 小学校の時30秒だったんですけど中学校に上がった時にはもう24秒になってましたね逆に僕はドライブができないので尊敬なんか多分ん本当に試合に出ることがなかったからもうドリブルワークを鍛えることしかできなかったんですよ端っこでだからずっとドリブルしてて唯一ちょっとだけ勝負になったのは ットイン的なドライブでパッて行ったりとかするようなことしかできなかったよっていうだけでそのドリブルも止められてたから <laughs> やっぱり強い人はそうだったんですね。ディ <laughs> フェンスもあんまり得意じゃなかったから私あんまりな本,当本当にバスケはねあんまり上手ではなかったんですよ。 いう感じでしただから私こんな身長伸びてさなんか成人式の時にバスケ部時代のお母様方とかにお会いした時にねもうねすごいびっくりされましたよ。あやみたいな身長めっちゃ伸びたね <laughs> すごい悪い252.5なんですけどそのバスケ部の中で身長4番目とか5番目とかでした。 だって昨日ね私もやり忘れかけちゃって12時過ぎてからやったんですよしかもラジオ寝る直前に「あっレックスルーだ、ね」でレックスルーはあのチームの中ではできる方でしたでもレックスルーをめっちゃ練習してる人って そんなにいなかったからっていう私は暇だったんだと思います <laughs> でも試合には活用したことないですよレックスルさすがにさすがにその勝負には出れなかったかもしれないです、ね、中学生の頃は小さくて可愛い部類だった感じえ、めっちゃそう小さくて可愛い部類でした <laughs> 本当に、なんかねいつもね前習いする時一番前でしたまじまじめっちゃね前習いで腰に手当ててましたよ 中学3年間ずっと前じゃなかったかな。だから小学1、2、3年生ぐらいの時はそうでもなかったんだけど、4、5、6、な年生の時はもうずっと一番前でしたね。めっちゃちっちゃかったんですよ、なんか。姉ちゃんがなんかね、160。昔から姉ちゃんは今身長伸びてないから大きい方じゃないけど、昔からあの身長だから、 めっちゃ姉ちゃんでかくてあの姉ちゃんとすごい隣並んで「ちっーってめっちゃ言われてました <laughs> 一応相手の前のドリブルつかない方が安全だけどミスるの怖くてやったことないああそうだねミスったレビないもんねわかるめっちゃ同じ同じくで、ね、いさってあ本当一緒だそうなんだ 当時も今みたいな髪の毛あって、ああもうちょっと短かったかな。生まれ髪の毛は伸ばしてなかったです。食が細かった、いや間違いない。<laughs> 一応相手のマイルドルブ、ああマイル,ドルブ読んだこれ。今から想像できないね。めっちゃ言れる。うん。そうマジでちっちゃかなんか小っちゃかったとか細かったとかそればっかり言われてて昔は。 食べなかかったからだろうねきっと <laughs> だってじいちゃんに私の昔話を教えてって言ったら食わなかったしか言われなかったものこうれは困りましたモデル体型いやーどうだろうそんなことないんですよあんまりね食べるの好きじゃないんですよね食べたい時には食べますけど。 島ちゃんサイズの家事いやでも本当にそうでしたよラップガニキ入ったのが159だったんで2センチ伸びてるんですよねまずで高校入ったのが1 5 5ンチとかだったから中3で153でしょめっちゃちっちゃいよねやっぱそう考えると。 中3153でもう伸びないだろうな <laughs> って思ってたんですけどねビュッて伸びました <laughs> だからそのバスケ現役は140なんか一番頑張ってやらなきゃいけない時が 148cm だったことを覚えてるのなんかこれがレギュラーとか決まるんだろうなとかいうのが多分 148cm だったから多分中 2? 中が1 4 8センチぐらいで多分入った時だから145ぐらい1中1ぐらいが多分1 4 5センチぐらいでずっとちっちゃいねって言われていた気がしますねうん結構飛び抜けてちっちゃかったいやバスケの子たちも大きい子いっぱいいたからかな 中3ぐらいでみんな160ぐらいでしたうんだから陽気ちっちゃく見たなうね1 2ンチ差あるってことはもうね足が長いからサッカーで先輩に怒られましたままじそうなんだレギュラさん世田かっ,たってえっとね基本みんな160ぐらいだったかな でセンターの子もあんまり大きくなくって全然大変そうですようちのチームは170がいなかったんですよだからちっちゃくてそうそうでうちのガードが高校で1 7 3センチぐらいになってて <laughs> でか <laughs> そうそうそこで伸びるっていうかっこいいよねちゃんと身長もねついてくるんだもんかっこよかったな あそんな感じで最後まで見てくださりありがとうございます <laughs> めちゃめちゃ雑談しちゃったんですけどラジオお送りいたしましたありがとうみんなでも楽しかったなバスケ、まあ思うとまたやりたいですね ガードから身長伸びた選手マジ速くてでかくて手がつけられないなんてその子はねもう大学ぐらいまでずっとバスケやってて結構ガチで強い子強い格好強豪校入ってマジで頑張ってたんだけど身長173まで伸びたけどずっとガードやってましたようんすごい本当かっこいいよね ということで最後までご覧いただきありがとうございました。また明日お会いしましょう。でお手配拝借せーの以上です。またね。バイバイ。午後も頑張ろう。